第7回東方 M1 グランプリアチュビリン。はい、どうもアチュビリンです。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい。でも頑張っていこうかなと思ったんですけど、やめました。なんでやめるのかな。また、だって辛いことだらけですから。いや、そんな辛いことは一つもないですよ。もうね、自殺してやろうかな。いやいや、そんなに思い詰めなくてもいいですよ。他殺に見せかけて自殺してやろうかな。いやいや、意図がわからないですよ。他殺の意味が、捜査を混乱させてやろうかなと。いいよ、そんなおふざけはいいですから。いらないですけど。頑張っていきましょうよ。まあでも私はですね、コンビでやっててすごく不安なことがあるんですよ。何ですかそれは。あなた、皆さんもご存知でしょうけど、パチュリー様はすごく体が弱くてですね。まあよく病気になりますね。絶対年に1回は体調を崩すんですよ。なんでかな、これはね。そして大きな病気になる。そうなんですよ。2年前がですね、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。去年がバンコマイシン耐性腸球菌ですよ。かかってないよ。どっちも幻想郷に来てもない。さて、じゃあパチュリー様、今年はどんな病気になってくれるんだい。言い方、何そのテンション。中二病だって。かかるか。そいつは面白そうな病気だ。面白くないよ。でもどんな病気だって克服するさ。え、日陰の少女である君ならね。お前だ、お前が中二病じゃん。いやでもパチュリー様はいつ死ぬかわからないでしょ。縁起でもないこと言わないでよ。でもパチュリー様安心してください。なんで。死に際は私が見取ります。お断りしますよ。家族に見取ってもらいますよ。いや、私が見取ります。いや、いいですよ家族に。それは相方として最後はやらせてくださいよ。私それやりたい。死に際を見たい。いいってそんなのね。だから一回ですね、練習しましょう。いや、どんな設定の漫才よそれ。見たことないよ、相方が死ぬ時の見取り方みたいな。ちょっとやらせてくださいよ。やるの。それくらいあなたの顔には思想が出てますから。出てませんよ。やってみましょう。うん、じゃあ死ぬ時ね。はいはい。苦しい。頑張って。もうダメ。パチュリー様、なんてこった。完全に心臓を打ち抜かれてやがる。どういう状況なのこれ。どこ。戦場。なんで戦場よ。戦場じゃないよ。あ、戦場。なんでモノマネしたん。なぜ今。そのクオリティで。なぜ。なんかやってみたかった。あ、ここだと思って。急にやめて、そんなの。違う、戦場に行くことないですから。二人で。あるっしょ。いや、ないですよ。そのうちあるっしょ。絶対ないって。絶対いつかあるっしょ。言い方、ノリがわかんない。その違う、ベッドでしょ。ベッド。そうよ。はい、わかりました。あ、苦しい、もうダメ。頑張ってパチュリー様。なんでそうにしてんのよ。パチュリー様、くっつかないでよ。パチュリー様のことを守ってあげたいんです。足をかけないでよ。どこ。見て。天井に鏡があるよ。ラブホ。やっぱり泊まっていきます。泊まるか。モーニングは無料ですか。モーニングってちょっと、なんであなたとラブホに泊まらないといけないの。あ、何よそれ。プラス6,000円、スイッチオン。送るな。やめなさい。あの、おピンクライブじゃないのよ。 R 指定になっちゃうよそれ以上したら。じゃあどこですればいいんですか。いや、私なら図書館の寝室に椅子でしょうよ。そりゃまた奇烈な設定ですね。いやいや、スタンダードですよ。私を見とるんでしょ。はい。奇烈でもなんでもない、私の寝室で横に座っといてください。はい。もうダメ。パチュリー様頑張って。もう死ぬのよ私は。エリーさん、どうなんですかパチュリー様は。危険な状態なんですか。パチュリー様頑張ってください。もう目が霞んできたよ。ロートスイやりますから。いや、霞み目じゃないよ、そんな次元じゃないよ。違うの。あ、ダメ、もう死にそう。頑張ってパチュリー様。家族。え、家族を呼んで。家族。うん、家族を呼べばいいんですか。うん、あの、今言ってる家族っていうのはファンのことですか。違う、そんなスターみたいにファンのこと家族って言うみたいな、そんなこと言わないよ私。そうですか、じゃあ普通の家族ですね。普通の家族って何。家族を呼んでよ早く。じゃあ家族を呼んできます。急がないと大変だ。家族、家族。あれ、パチュリー様の家族ってそういや知らないや。どうしよう、誰か、誰かいま
やバナナ。バナナはすごく栄養価が高いんですよ。そんな次元じゃない。早く家族を呼んで。あ、来た、来ました。ほら、チルノが。家族じゃない。お笑いオーディション受けに来たって地下で待ってたそうです。あ、今日だったのね。どうしますか、パチュリー様。う、そこにいるのね、チルノ。ここにいますよ、パチュリー様。チルノ、私はもうダメだから、フランの言いつけをよく守って立派な芸人になりなさい。チルの笛やめようか。生きてた。笛、笛吹いた。分かってないよこの子、私が死にかけてるって。違う、家族を呼んで。家族、あの、パチュリー様の家族が見当たらないんです。じゃあ、サクヤを呼んで。はい、サクヤさんどうぞ、サクヤさんどうぞ入ってください。サクヤ、いるの、近くに。はい、いますよ、パチュリー様。サクヤ、私は、もう、ダメかもしれない。レミーに、今まで楽しかったと、伝えて、ちょ、だ。笛やめんかい。おかしいだろう。おかしい、その漫才みたいなツッコミもやめてよ、サクヤに。もういい、もうダメ、死ぬ。頑張って、パチュリー様、頑張ってください。私は死ぬんだ。パチュリー様、実はあなたが最後に会いたいと思って連れてきている人がいるんです。誰？ヤマメ。会いたくない。本当に死ぬよ私。わかりました、あの、パチュリー様。何？パチュリー様に面会したいという方が来てます。だ、誰なの？幻想郷のご意見番だそうです。誰よ、ご意見番って。待ってください。あ、来ました。ざまないね。誰？誰なの？ゆうか？なんてざまだい、紫もやし。口悪。何の用なの？こんなジメジメしたカビだらけの図書館で一人孤独に死んでいくがいいさ。ただの悪口じゃん。知らないし、この人。もういい、帰ってもらって。パチュリー様、ありがたいお言葉でしたね。ありがたくない。あの、また誰か来てるんですが。誰？どうぞ入ってください。あー、キョーシーじゃん。なんで下入れるの。はーい、ヨシカちゃん。だー、パパパー、グワイパパー、ワイシーパパディ、グワイパパー。歌うな。はい、パチュリー様、パパパ歌うか。やめてよ、帰ってもらって。あの、パチュリー様、もう一人。何？もう一人、パチュリー様に絶対関係のない人が来てるんですが、入れていいですか？入れないでよ。絶対関係ないってどんな人よ。モビルスーツを着てるんですけど。頭おかしいじゃないの、モビルスーツとか。安心して。何？アリスのコスプレしてるんです。安心できるか。呼んできますよ。呼ばないでよ、もうやめ。パチュリー様、もうダメ、私。先生、もう、もう手遅れ。パチュリー様、頑張って。最後に。死なないで、パチュリー様。あなたに言いたいことがある。なになになに。今まで面倒見てくれって、あ、りが。さっと喋れよ、こら。パチュリー様。チルの笛やめようか。生きてた。いい加減にしろ。ありがとうございました。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。